釣れるのは地元の皆さん、みんなの笑顔があるからです。一緒に前に進んでいきましょう。 自分らしく生きていけるように、これからもこの歌を届け続けるので、ぜひ一緒に倉敷、岡山盛り上げていきましょう。君らしく聴いていただきましてありがとう。